はい、皆さんこんばんは。今日は5月の12日土曜日、ボギーチャンネル、私主催の日本の心参議院比例第4支部支部長のボッキーってとこでございます。何やらサモハン監督というような声が聞こえてきますけど、ピクピク似てるんですかね。はい、森さん、小泣さん、ラプタさん、どうもニラありがとうございます。かなたさん、はい、それから、かのたんさん、モンドさんもお見えですね。はい、それからいちごさん、どうもこんばんはんこでございます。いや、シルバさんから怪しいという言葉いただきました。おやとさんからも、はい、こんばんはんこでございます。ラプタさん、こんばんはんこ。はい、宮城さん、沖縄楽しいですよ。はい、それから、モンドさんからも、はい、エキさんからもニラとニラ茶いただいております。沖縄サンゴハートさん、こんばんはんこ。今日も夕方からの素敵な、夕焼け、はい、サンセットキャストありがとうございます。小春さん、どうもこんばんはんこでございます。南の島、沖縄、暑い。あ、月さんの方からちょっと皆さん、お手伝いのお願いということで来ております。13日、日曜日、明日ですね。はい。浦和駅西口伊勢丹前、14時から16時まで、定例外線の際に、アメリカのボイスオブアメリカが取材しに来るということですので、ぜひお手伝いできる方お願いしますということで、はい、月さんどんどんこれまた乗っけてください。カータンさん、怪しいですか。タイガージェットシンさん、こんばんはんこでございます。榎本さん、いや、夜中にサングラスって全然これ大丈夫なんですよね。今宵はゲルドが高いということで。中佐、どうもこんばんはんこ。開始大佐っていうラプタさん。やっぱり怪しいですかこれ。はい。宮部さん、どうもニラありがとうございます。ガータンさんからのニラ茶でございます。はい。南大阪の端っこさんはなんか、電子タバコを吸ってるらしいんですけどね。はい。ケスケス太郎さんのキャス、デマキャス。そうですね。まあ、ケスケスですからね。はい。江戸 JP さん、どうも、こんばんはんこでございます。今日も、あ、ゆうこと機関銃さん、どうも、久しぶりでございます。今日も、特納ニラチありがとうございます。いや、キャロルさんも、はい、こんばんはんこ。月さん、どんどんまた宣伝乗っけてください。はい、皆さんもリツイートとかやっていただくと、本当に楽しいです。クジラさんからポルコ大佐ということで。いやー、本当に今日も沖縄暑いですよ。あららがまマイガーさん、どうもこんばんはんこでございます。沖縄、暑い。はい、通常の怪しさ満点ということでございまして。怪しいんですか、やっぱり。はい。本人全然怪しいなんて思ってないんですけどね。はい。いやー、でも今日はこれで行ってみようかなと。実は、この前、甲のつく方々とお会いしました。今日見てるかもしれません、ここね。はい。河野つく方、3名とお会いしまして、はい。シェリーさん、どうもこんばんはこでございます。あ、ボギーさんだって言ってもらいましたね。はい。河野つく方々にも私の名前知られてるんですかね。はい。いやー、最近でもこの、ゆきとさん、ゲルの人気が急落しておりますよね。ゲルさん。なんか苦しい時に後ろから撃つとか言って、はい、まあ、私は撃つ時には前にしか撃ちませんので、そうですね、ホワイトさん、こうワンですね、ワンでございますよ、はい、はい、後ろから私は撃ちません、真正面から撃ちます。でも本当にこんな困ってる時にこそやっぱり一致団結すべきなのに、内側からやっぱ足引っ張るっていうのは最悪だと思います。まあよそ様の党のことですね、どうのこうの話言いませんけど、まあ、うちの党にはそういった人は一人もいなかった。今でもおりません。さて、今日もですね、いろんな話題から行ってみたいと思うんですけど、ちょっとね、笑えるっていうか、まあ、笑えるといえば笑えるんですけど、やっぱり笑えないかな。沖縄で流行っていたはしかの件について、沖縄タイムズさんが、実は、記事出したんですよね。先日。これ。5月9日に、沖縄はしか流行収束というふうに報道したんです。あ、中村さんこんばんは、こでございます。収束。ところが、5月9日、収束と言ってます。ところが、5月11日、2日後、はしか患者沖縄で新たに2人確認ということで、収束宣言を報道した後に2人出ちゃったということで、これはもう、はい、タイムスさんが間違ったわけではないんですよね。はい、これは沖縄の、地域保健課の方が発表したということで、はい、まあこれは榎本さん、タイムスさんが言ってません。保健課、はい、沖縄県地域保健課の方の発表を、まあ、タイムスさんがそのまま乗っけたっていうだけで、決してタイムスさんが間違ったわけではございません。もう少しね、地域保健課も慎重にこういったのは、やっていただきたいなと思います。ただね、人は間違いはあるんですよね。はい。その間違いっていうのが前に皆さん覚えてます?これ。アメリカ人のね、総長が、沖縄の高速道路で事故があった時に、日本人を救おうとしてね、大怪我をしたっていうことで、産経さんが報道しました。まあ、後になって、これは実はね、男性を助けていないっていうのが、そう、トルヒーヨさん。ただ本人は、その男性をね、事故現場について、何らかの手助けをしようと思って車から降りたところを跳ねられています。決してはい、見物人とかそういったことではないんですよね。で、この報道、まあ、この産経新聞さん、このように書いちゃった。でもその当時の、ニュースのソースっていうのが、このトルヒーヨさんの奥様のフェイスブックしかなかったんですよね。まあ、米軍サイドも最初、そのように書いていましたし、まあ、その身内である奥様、のフェイスブックもこのように書いてたもんですから、まあ、当然このように書いてしまったということで、はい、西が噛みついたのはこの誤報のことではなくて、なんでこれをね沖縄の西は報道しないんだっていうことについて多分噛みついたんだと私は思います。でこの誤報でね傷ついた人っていうのは誰もいないんですよ。誰かが迷惑を被ったっていうことも全くございません。しかし、沖縄タイムズさん、噛みつきました。はい。産経、当事者取材せず批判ということで、はい。未確認情報、はい。未確認情報を伝えて、それを報じない沖縄西を批判した。取材不十分だったということでね、ビシバシ書いております。まあ、自分たちが批判されてるんで、これも、はっきり言って怒ったとしか言いようがないかななんてね、思っております。まあ、タイムさん、これで済まなかった。はい。産経時とも当事者に取材せず、痛烈批判ということで、取材が不十分。はい。そして記事化にあたって、本紙は産経新聞広報部に、質問を送付したと。当事者に取材しなかったのはなぜかっていうふうに、詰め寄っています。はい。当事者に取材しなかったのはなぜかと詰め寄った。いやー、本当に、まるで鬼の首を取ったかのように食いつきました。そして、指揮者まで引っ張り出しました。なぜ当事者に、取材しないのかっていうことでね、はい。大谷さんですね。秋広さん。まあ、有名な方です。この人をね、引っ張り出して、当事者に取材しないのはおかしいということで、指揮者の言葉を引用して、産経新聞を大批判しました。そして、このように、タイムスの編集局長がコメントまで出した。事実関係の取材が不十分なまま、西をね、批判したっていうことで、これに対してやっぱり怒ってる。だけど下の方、皆さん、見てください。沖縄タイムスは今後も事実に基づいた報道を徹底します。沖縄タイムスは今後も事実に、基づいた報道を徹底しますということで。はい。いや、もう事実をね、そのまま書いてくれれば、一番ありがたいなと思います。まあ、結局、産経さんはこのように、お詫びと削除っていうことで、きちんとけじめをつけました。しかし、けじめをつけた後も、ネチ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 と何かとやはり批判を受けております。さて今日皆さんにお見せしたい記事があります。これでございます。トン。これは先月の27日の沖縄タイムズさん。沖縄女子短期大学で雇い止めか。今年3月末、非常勤3人。無期転換直前にっていうことで。雇用逃れ指摘、大学は否定っていうことで。ね、本当になんか沖縄女子短期大学が雇い止めをしたんだと。はい。そして、雇用逃れを指摘。ということで、散々に批判をした。まあ、これに識者まで出てきて、これは違法ですっていうことを書いてる。で、これ紙面だけではなく、タイムスプラスというね、インターネット記事でも同じことを載っけてるんですよ。はい。ところがですよ、皆さん。短期大学、怒ってます。なぜかと言いますと、トン。保護者各位ということで、はい、学校法人、はい、女子短期大学ですね、沖縄女子短期大学が書いてます。沖縄タイムス4月27日付の、報道についてっていうことで、ちょっと字が小さいので、ちょっと拡大をして、見ますね。はい、これでございます。トン。報道内容には事実と異なる点が多々あるため、掲載当日の4月27日に担当記者を本学に呼び、関係職員から根拠となる書類等をもとに説明させましたと。担当記者は書類及び説明を受けて、取材した当該非常勤講師との食い違いがあることを確認しております。また沖縄タイムスの全般の報道につきましては、今般の報道につきましては、誤報であることから、厳重に抗議を申し入れ対処しております。取り急ぎ、今般の新聞記事については、非常勤講師への一方的な取材によるものであり、事実と違う誤報であることをご報告しますと。はい、ここで、雇い止めかってやってる。断定はしていないんですが、ね、なぜ当事者に取材しなかったのかと、産経新聞を散々に批判した沖縄タイムスが、なんと、雇い止めをしたと言われていた、この沖縄女子短期大学側に、取材してなかったっていうことはバレちゃった。バレちゃったんですよ。はい、学校側に取材せずに、この、いわゆる、非常勤講師の言い分だけを、はい、鵜呑みにして記事にしてしまった。はい、そして、もうこれね、はっきり言ってダブルスタンダード。産経新聞にはなぜ当事者に取材しなかったんだっていうことで、散々に批判をした。ところが自分たちは、当事者に取材しないまま、片側に、あ、そうです、榎本さんありがとうございます。ね、簡単に取材できることですよ。産経のようにね、サンディエゴに行って取材できないとかそういったもんじゃないんですよ。このようにね、大学側が誤報ということで、でっかくね、保護者に文書まで出してる。しかし、一切謝罪も訂正記事も出していません。沖縄タイムズ。こんなことでね、産経新聞、批判できるんですかね。はい。産経の記事では傷ついた人は誰もいませんでした。ね、誰も、その誤報によって迷惑を被った人いなかったんです。傷ついた人もいない。しかし今回はこの大学の名誉を傷つけ、ね、嘘を今でも流布してるっていうね、もう重大な、罪を犯し続けてる。本当に沖縄の新聞っていうのは大丈夫なんですかね。はい。私はちょっとこれ残念に思っております。ではこちらから行ってみたいと思います。今日のおきっぱよ。あ、小杉さんこんばんはんこでございます。はい。妄想や憶測で一面トップ記事にするのか。そうです。トップ記事一面ですからね。はい。いやー、産経新聞デマだって言って自分たちがデマ流してるじゃないですか。ほんとここで BGM 流せたらもっと面白いんですが。はい。わらわらわらおきぱよ。Today's 沖縄プロテスタ。はい。もう皆さん。あれ、19時台っていうことで。もう皆さん脳内であの BGM。再生してくださいね。実ははい、県外からある方が沖縄に来まして、違法テントの方に、見学に行かれております。そのレポートが、Facebook 沖縄情報に上がっております。はい。まず赤線の方をちょっと、見てみたいと思います。はい。名護の新市長に関してはボロクソ。まあそうですよね。はい。保守系の市長のことをボロクソ。許可なく漁港に抗議船を入れ出撃する。テントの人は地元の人と聞くともにょもにょ。辺野古の人はいないと。確かにみんな標準語。もう、ま、テントの人は地元の人って聞くともにょもにょ。辺野古の人はいないと。確かにみんな標準語。はい。そして続きます。高齢者の歌姫の山本リンダの政権をこき下ろす替え歌で皆さん大盛り上がり。レベル低いですね。歌大好きでございます。はい。歌が大好き。もう替え歌、とにかくいろんな替え歌歌うんですよね。はい。そして、下の方。機動隊員個人を特定するような掲示。こんなことをされたら沖縄県警の機動隊も地元の隊員の投入に躊躇するはずと。はい。そして、この見学に行かれた T さん、最後にこう言葉を結んでおります。自分で見てみて、この活動が辺野古の地元の方々の意思ではないと実感しましたと。はい。もうこれがね、事実です。いくら沖縄タイムス、新報、沖縄テレビが、市民とか住民とか言っても、ね、自分で見てみてこの活動が辺野古の地元の方々の意思ではないと実感しました。これが、ね、素晴らしい、レポートでございます。まあ、写真、こんな感じ。トン。非暴力って。そうです。ウーマンさん見てますかね。はい。このようにね、機動隊員の顔をね、晒してるんですよ。堂々と。で、誰が何をした、これが何をしたっていうふうにこんな人書いてる。いや、宮城さんはもう石鹸臭いのでバレますよ。はい。ひどいでしょう。こんなこと当たり前にやってるんですよ。そして、今日のね、座り込み。こんなにいます、皆さん。どうです？1、2、3、4、5、6、6名6名。6名ですよ。はい。なぜかと言いますと、平和行進の方に動員されてますんで、今日ここにいる人たちはもう本当にお店番、留守番だけでございます。でもこれが沖縄の新聞にかかると、多分40名とかになると思います。ツイッターとかちょっと調べてみてくださいね。人数書いてると思います。これが今日の、辺野古の違法テント前の置きパヨの姿でございます。本当にすごい数ですね。それと、今日の平和行進、驚く、ね、昨日か、驚くべきことが情報として入りました。はい、515平和行進の初日のため工事もストップ、座り込みもないので、ということで、防戦、同宿の韓国水原市七宝山自由学校の小学6年生14人、先生2人と行進に参加と。はい、ここでまた韓国人が出てきました。ね。韓国人がね、参加してる証拠を出せとかよく左翼私に言いますよ。参加してるじゃないですか。ね。はい。これ、スウォンって言うんですか？目玉役さん、ありがとうございます。はい。ね。自由学校の小学6年生14人。ね。先生2人。いや、韓国人堂々と参加してますよね。だって、トイレの案内板も堂々と出てたじゃないですか。はい。川村守さんは、成田正夫さん、他3人と一緒です。平和行進。辺野古ゲート前、キャンプ・ハンセン。歩いた距離17キロ。韓国からの小学生と一緒に行進したよ。みんな元気。すごいね。っていうことで。何しに来てるんですか？外国人が。ね。あなた方ね、こんなして地元荒らして、本当の地元の人たちと、ね、意見交換とかやってるんですか？17キロ歩くって言ったら、宮城さん大変ですよ。それもあんな暑い時に。いや、本当に月さん、こういうのばっかりです。で、これをね、彼らは証拠出せって、散々に、ネチネチ言ってくるんですよ。いや、韓国はとんでもないですよ。こんなことしてる暇多分、ないんじゃないかと思いますけど、はい、このように。いやー、すごいですよね。はい。歩道を歩けばいいのになんでわざわざ路側帯歩いてるんですかね。この道路多分歩道あるんですよ。反対側に。いや、こっち海側にもあったはずですよ、歩道は。ね、この、路側帯の向こう側は歩道なんですよ。で、歩道は歩かないで車道からわざわざ歩いてる。こんな感じで。いや、もう本当にね、そう、韓国人呼ぶ費用どっから出てくるんですかね。はい、平和行進、デモ行進そのまんまです。そういったのに、結局は、とうとう子供、それも韓国人の子供をね、動員をし始めたっていうことでございます。はい、これ正面から撮ったやつで、顔はちょっと切らしていただいております。まあ本当に先日は体の不自由な方々をね、使ってるっていう話をしました。日本の、世界の、沖縄の障害者が叫ぶ、ドン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 とやってました。私、あれ見て、哀れみしか感じない。何やってるのあんたと。それだけじゃなくてね、こうして子供、それも韓国人の子供を動員。どうですか、皆さん。これが沖縄の平和運動の実態ですよ。こんなことさせてるんですよ。はい。そして、彼らがやっぱり見学に行くところ、このテントも行ってるんですけど、ここにこんなのがあります。韓国と日本、女性には、女性、に対する、なんて書いてあるんですか、女性には女性が対する韓国と、機動隊のこの違いと。なんでね、なんで韓国なんですか？韓国。とっても思うんですよ。なんでこんなに、ね、沖縄の左翼っていうのは、韓国の人たちを中に入れて、ね、韓国人どんどん参加させてるのか。結局、沖縄県民、一般市民がね、もう本当にそっぽを向き始めてる。前は、辺野古に行こう、そうすれば止められるっていう看板出して、無料、まあ1000円取っても行ってた。なぜかというと、お付き合いで行く人いっぱいいたんです。はい。ところが、どんどん行った人が逮捕される。そしてインターネットを通じてその異常さっていうのがどんどん報道される。するとね、警察に逮捕されても生活に影響のない65から75っていう人たちはインターネットをほとんど見ません。ところが、子供とか、ね、あと、孫が見てる。おじいちゃんお願いだからあんなとこ行かんでちょうだい。おばあちゃんもうやめてと。いうふうにね、やっぱり止められていく。で、正気に帰ると自分たちがいかにとんでもないことをしてたのかっていうことがやっぱ分かってくるんですよ。だから最近このように人数が激減した。ですからバスも無料バスになっちゃった。無料バス。ね、さすがに無料だと厳しいので、無料で釣って中でカンパということをやってると聞いてます。無料。はい。最初は1000円。これが500円になって、無料になって。そして、無料と言いながら、寒波お願いしますっていう感じで。そのぐらいね、そのやっちゃうから、ますます人がいなくなった。すると、足りなくなった分どうするかっていうと、県外からの活動家とか、あと、このように、朝鮮半島からの活動家に頼らざるを得ないんです。だから最近急激にこの辺野古や反基地運動の現場で、ハングル文字が増えてきた、だというふうにね、私思っております。今月さんがこの手の手合いは親睦だからって書いてますけど、前にね、私たちが行った時に、高江の N1 テント、第3サティアンにあった招待所の横断幕、あれ、よくよく、調べてみると、韓国の親睦団体の横断幕でした。はい、北の匂いがプン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 します。で、北の匂いがプンプンするっていうことは、その後ろに、赤い、口にね、黄色い歯をつけた宗主国様がやっぱいらっしゃるっていうことで。まあ、宗主国様、頭がいいので、絶対に姿は、表さない。はい、表しません。ですから、宗主国の姿は見えない。しかし、そのね、意向を受けたと思われる、まあ、北の、関係者、そして、そのね、シンパとしての南朝鮮の団体がどんどん沖縄に入ってきてる。いや、本当にね、沖縄の人って昔ですよ。私小さい頃に親から聞いたことあるんですけど、韓国人すごいバカにしてたんですよね。で、うちなんちゅはこの、差別だっていうふうに左翼騒いでますけど、自分たち差別とっても大好きなんです。例えばね、沖縄では、宮古島のね、人のことをね、ナークーと言って、馬鹿にするんですよ。本島の人はね。で、本島でも、本島北部、本部町とか、名護の人のことを、やんばらーって言って馬鹿にするんですよ。この同じ島の中でもね、やんばらーとか、あと、キャンとか言ってね、馬鹿にします。はい。そして、この朝鮮の方々にはこう言ってました。朝鮮なって言ってました。朝鮮な。あれ、朝鮮な役つって、と。こういうふうに言ってたんですよ。だから差別っていう人たちが差別本当大好き。ね。頭すりそうです。差別の心ってやっぱどっかにあるんですけど、それ理性でやっぱり抑えてる部分があります。はい。まあでもね、このような感じで、沖縄では、とうとうね、県民が集まらなくなったおかげで、いわゆるハングル文字の人たちが増えてきた。はい。そして、県外の人たちも増えてきた。県外の人たちで、自分たちの意にね、かなう人たちは同志として迎える。少しでも違う意見を言うと、ね、腐れやまととか、ね、腐れないちゃ、お前に何がわかるって言って、すぐ、はい、排除しようとします。これがね、沖縄の平和運動、左翼の人たちの正体でございます。差別と言ってる人たちが、実はね、この人たちこそ本当のね、差別主義者だったっていうふうにね、私は感じていますよ。はい、大げささんもね、スタバに行く人間馬鹿にしてましたよね。名護の人間がスタバ、憧れてるの、俺は何も珍しくもないわ、なんて言ってましたけど。はい、産後暑さもよく感じてると思います。ということで、今日の話題結構ディープでございましたけど。そうです。ヒロさん、追い詰められて先鋭化してますんで、皆さん見に行くときにはぜひ注意をしていただきたいと思います。ということで、今日の放送、はい、これにて終了させていただきます。明日またお会いしたいと思います。ありがとうございました。